はい、どうもよろしくお願いいたします。いや、まあ、早速なんですけど、今ね、Facebook とかね、Twitter が普及したおかげでさ、その昔の友達が今何やってんだろうなっていうのを簡単に調べられるようになったでしょ。あ、まあ確かにそうですね。でね、僕ね、結構昔好きだった女の子とかをさ、こう検索したりするのが趣味なんだけどさ、気持ち悪い犯罪者呼び込んじゃねえそんなことないよ。マジか、そうなの、まあ、そういうのしちゃうんだけど、あのね、初恋の女の子だけどうしても見つからなくてね、あ、そうなんだ、会ってみたいなと思うんだよね。だったらさ、昔さ、あの、なんだ、お世話になった人とか、初恋の人を探すみたいな番組あったでしょ。まあ、あったね、そういうのね。だからそういうのあったら、まあ、出たいでしょ。あ、そういうのあったらね、僕ぜひとも出たいですよ。本当に、うん、さあ、始まりました、うん、あの人に会いたい、この番組は、生き別れになったお父さんや、腹違いのお兄さんを探す、愉快な番組です。重たすぎるよ、お前全然愉快の要素なかったろ、お前。本日のゲストは田中智美さん。あ、よろしくお願いします。あなたが会いたい人は、つまり誰？中学の時に好きだった初恋の女の子です。なるほど、中学時代、生き別れになった初恋の人を、ちょっと言い方おかしいですけどね。お名前は？坂本美奈子さんという方ですね。坂本美奈子さん。はい、我々スタッフ一同、はい、一生懸命探しました。ありがとうございます。その結果、はい、見つかりませんでした。ああ、そうなんですか。だからその後、はい、我々スタッフ一同、はい、このままじゃまずいよ、はい、もう少し頑張ろうよと会議した結果、はい、見つかりました。じゃあ見つかったらいいでしょ。なんで途中経過を報告してきたんですか。ベネッセの顧客リストを手に入れたんです。完全に異動じゃねえか。はい、絶対言っちゃダメだよ、テレビで。坂本美奈子さん、はいはい、現在ご結婚されておりまして、はい、お名前変わりまして、はい、関本大輔さん。別人じゃねえかよ。大日本プロレスのね。なんで下の名前変わっちゃうんだよ。あ、ごめんなさい、これ2本目の収録ですでした。いや、台本ちゃんと読んどいてくださいよ。坂本美奈子さんも結婚してですね、名前変わりまして、はいはい、鈴木美奈子さんに。あ、そうなんですか。ただその後、はい、坂本美奈子に戻っております。言わなくていいよ、お前。やりましたね。テレビでかわいそうだろよ。そんな坂本美奈子さんからですね、はいはい、田中さんに向けてメッセージの VTR が届いております。あ、そうなんですか。ただですね、はい、一般の方なんで、プライバシー保護のために音声は変えております。あー、なるほど、はいはい。で、そちらの VTR をどうぞ。お、田中くん、久しぶり。誰だかわかんないよ、おい。お前音声変えちゃって、お前モザイクかけちゃったら、美奈子ちゃんかどうかわかんねえだろ。ダメですか。いや、普通ね、こういう番組の醍醐味ってさ、この扉の奥に来てるかどうかってところでしょ。本日の坂本美奈子さんが、はい、このスタジオに来てるかどうかというのは、はい、あちらの、お、扉の前にいる美奈子さんにご注目。寝ちゃってんじゃねえか、お前。扉の奥に潜ませる。扉にご注目。はい。緊張しますか。そうですね。会いたいですか。ぜひやってみたいです。ですって。バレちゃうだろ、お前。MC 下手かよ、お前。それでは、扉オープン。おお。タララ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 。久しぶり。いや、初めまして。いや、誰だよ、お前よ。関本大輔です。いや、二本目のやつ出てきちゃったよ、お前。ちゃんと美奈子ちゃん出してくれよ。扉オープン。おお。タララ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 。久しぶり。久しぶり。閉まっちゃったよ。残念。スタッフさんちゃんと開けてあげてよ。扉オープン。タラララララララ。久しぶり。久しぶり。でもモザイクかかってんだよ。いやー、なんだよこの番組。会えてよかったですね。全然会えてねえよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。